こんにちは。2023年の9月9日に行われます、J2 リーグ第34節ですかね。第34節、ベンガルタ仙台はファジアーノ岡山と対戦します。その対戦相手のファジアーノ岡山なんですけども、直近3試合3連勝ということで、調子いいみたいですね。で、順位的にも7位で、プレーオフ圏内の6位もね、すぐね、もう1試合でも勝てばね、入れそうな雰囲気あるんで、もうね、何が何でも勝ちたいというね、試合だと思います。ファジアーノ岡山的に。一方、ベガルタは、ここ直近3試合、2勝1分けということで、まあ、一時、11試合くらいかな、勝てなかった時期やったんですけども、多少調子上向き状態かなというところで、堀監督の、戦術が浸透してきたのかなというところですね。まあ、お互い調子上向きなチーム同士の戦いということで、まあいい試合をね、期待したいなと思うんですけども、ファジアーノ岡山の監督の木山隆監督という人がいるんですけども、この人は以前ベガルタ仙台の監督をしていたことがありました。いつかと言いますと、2020年のね、シーズンにね、ベガルタを1年間監督していただきました。で、その時なんですけども、ですね、17位だったのかな、18チーム中17位ということで、本来であれば下位2チームが降格するっていうのが、あの J1 の、あのお決まりの流れだったんですけども、当時はまあレギュレーションの関係というか、あのチーム、まあそのレギュレーションの関係ですね、で、あの降格なしだったんですよ。なんで、まあ、17位だったんですが、降格はせずに済んだんですが、17位ということで、まあ、結果は振るわないというシーズンだったんですね。木山さんが監督をしていた時は、当時まだ J1 だったんですけどもそのシーズン、2020シーズンはホームで1試合も勝てなかったんですよ。1年間、1試合もホームで勝てなくて、でね、これ2020シーズンの戦績なんですけど、ベガルタ仙台のこんな感じなんですけど、この三角が引き分けで、白が勝ちで黒が負けなんですけども、最初まあ引き分け勝ちってきたんですけども、ダーッと負け、引き分け引き分け、負け負け負け、一回勝って、あとずーっとね、こんな感じでね、勝ててないんですよね、このシーズン。こんなもうね、ずーっと勝ててない。最後、また最後の方ちょっと勝ちましたけど、こんな感じでね、この途中ずっと勝ててないっていう時期あって、まあ、こういうね、苦しいシーズンをだったんですけど、木山さんが監督をした時は。で、まあ何も木山さん一人が悪いとも思ってはないんですよ、僕は。まあそのベガルタのそれまでの流れとかがあって、まあなかなかちょっと厳しい状況になってたんで、この2020年とか次の年の2021年とかはね。まあちなみに2021年にベガルタは、降格してしまったんですけど、その時の監督は、あの手倉森誠監督っていう、あのオリンピックでね、日本代表の監督までしたね、結構もう名将と言っていいと思うんですけど、そういう人がやってもあのダメだったんですよ、ベガルタ。だからもうチームとしてやばかったの。だからね、結構、まあ今ね、結果的に J2 に落ちてしまって、まあもがいてますけど、まあ立て直してる状況ですけど、まあ本当ね、まあしんどい時に来てくれた監督だと思うんですよ、木山さん。で、やっぱり、全然ね、ホームで勝てなかったんで、まあ木山さんのことをよく思ってない人もいると思うんですけども、まあ結果的に今、岡山で、まあ去年とか J2 で3位だったし、今年もね、今まあ7位だけど、これ全然ね、上まだ狙える位置なんで、
まあ、岡山で結果出してますから、そんなになんか悪い監督ではないのかなと思うんですよね。うん、まあね、そういう木山さんのね率いるファジアーノ岡山とね対戦ということで、まあね、ぜひベガルタにね、まあ悪いけど勝ってもらいたいな。木山さんには悪いけどベガルタの勝ちをね僕は期待してますんでね、応援していきたいと思います。